森と申します。こちらのコウノトリ PR 館ではさまざまな展示をさせていただいております。まずこちらがコウノトリエッちゃんの剥製になります。エッちゃんは2010年に越前市に約40年ぶりに飛来したコウノトリで、まあ、その越前市のコウノトリが舞う里づくりをまあ進めるにあたって、まあ、その里づくりを牽引したコウノトリの一羽です。でそのコウノトリが今剥製として PR 館で展示しています。こちらは2019年に安養寺町の人工巣塔で園内で55年ぶりに誕生したヒナの剥製です。こちらのヒナは残念ながら巣立ちには至らなかったんですが、こうして剥製として展示をさせていただいています。こちらは越前市とコウノトリの歴史についてまとめたパネルを展示しています。越前市とコウノトリにはストーリーがありまして、昭和30年代に、まあ、野外のコウノトリが八船町に営巣していたという記録が残っています。その後昭和45年にくちばしの折れたコウノトリコウちゃんが白山坂口地区に飛来しました。で当時地元の方を中心に熱心な保護活動が行われていました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど言われましたあのコウちゃんにつきましては、その後あの豊岡市の方施設の方に、移送しまして、34年間、豊岡市の方で大切に育てました。では現在福井県が飼育しているコウノトリの飼育ケージの様子を、まあ、リアルタイムの生配信の映像をご覧いただけます。ケージでは、まあ、コウノトリが舞う里づくりを推進しておりまして、2017年から連続して野外コウノトリの産卵が確認されています。2017年、2018年、2019年を連続して産卵があったんですが、残念ながら孵化には至りませんでした。で2019年に、県内55年ぶりに野外コウノトリ待望のヒナが誕生しました。こちらのヒナが今剥製になって展示をしているヒナです。に関する絵本ですとか、まあ、自然の生き物に関して、まあ、学ぶことのできる図鑑、まあ、書籍をご用意しています。長年の地域の方の、環境保全とか、取り組みがあってのことでございます。地域があって今があるにありますので、地域の方の取り組みには感謝いたしておりますし、そのご苦労も、皆様に知っていただけたらどうかなと思います。市民の会っていうようなことで、今から十数年ほど前に結成された会ですね。我々の
活動の主な点として5つほど挙げていまして、特に希少な野生生物を守ろうというようなこと、またそれに付随したなんか付加価値のついた地域での商品とか、これに関わる仕事を作ろうとかいうようなことも取り組んでいきました。鳥の餌となる土壌や船、こうした生き物をたくさん育てるんじゃなく、たくさん生息する環境を作ろうというようなことで、農薬とか無化学肥料、またそれできなくても農薬を減らしたり化学肥料を減らして、田んぼの中の餌を鳥に魅力を感じて頑張ってらっしゃる方たくさんいまして、この取り組みに共鳴してもらって、取り組むことによる農作業の労力 1.2倍、はい、草刈りが増えたりとか、増えたり ね、 ね、普通ですと除草剤で撒けば草生えるってことでね、農薬にした田んぼの生き物調査をすると、はい、観光普通の栽培している田んぼより1.2倍から1.5倍、季節によって違うっていうんですが、それぐらい生き物が豊富に出てると。そういうことは、あのコウノトリが舞い降りて餌もあるで、ね、ここは餌取ると、はい、いうことを我々はこれ信じて取り組んでるんですけど、農業で活性化させようと、はい、土壌の天ぷらとか、はい、フライこういうので地域おこしもしようということで、隣の坂口さん、小さい分がね、ある程度の大きさになるまでの育て方とかはなかなかこう難しい。地域を巡回して、はい、皆さんにコウノトリが住める環境っていうのは素晴らしいんだぞというようなのを、うん、説明しに歩いたことは、ね、飛来してから、こうちゃんが飛来して 50年、あ、そんなに経つの、40何年っけ、何年だっけ、45年、あ、でも昭和45年やろ、あ、でも そのぐらいに、ね、私が小学校時にはもう写真でしか見たことがいなかったり、若い農薬ですよ、またでもいい、で比べるとまあどっちもよう似たものかなっていうのはちょっと書いてありましたね。あの農薬は高い、一旦あたり、あれ一袋3000円から5000円除草剤、高い高齢化と、で後継者不足もあるしの、で非常に今農家の人が高齢になってきて、田んぼを大規模にやってるような人に委託するんやね。
ここに水を張って生き物が生息できるようにっていうような取り組みがここずっと。親鳥は平成28年に越前市で生まれ、